11時半までどうだそう。今日はね、多摩島に来ました、はい、倉敷市多摩島ですね、はい、このね、近くにもう目の前にいるんですけど、長浜ラーメンあかりというね、お店があるんですけど、ちょっと今日そちらの方に行こうかなと思います。美味しいんですかね、長浜。いや、結構ね、俺1回、2回来たことあるけど、本当の長浜ラーメンの味。長浜といったら福岡、福岡ですよね、うん、ガン長とか。ガン長、営業時間が、これ取り放題、生姜とこの高菜が。でも福岡はそんな感じよ。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。でもこれニンニク入れるもんなんですか？入れるね。あ、入れる、入れました。いや、最初はこれで替え玉から入れた。あ、なるほど。いただきます。おお。というわけで終わりました。あ、でも十何時？十一時半から。あ、違う。あ、十一時半までここだと。ああ。朝11時半から夜の11時半までことです。ランチタイム行きましょうか。あ、月曜日は夜の営業休みと。まあ11時半までやってるということで、美味しかったですね。こってり、まあでもこってり好きにはいいのかもしれない。いや、多分そうだと思う。
ごちそうさまでした。ありがとうございました。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。ですね、今回は倉敷市玉島にあります、長浜ラーメンあかりさんにねお邪魔させていただきました。まあ、まさかねこの時間帯までやってるかなとは思わなかったんですけど、かなり、遅い時間までやってるということで、行ってみました。こちらなんですが、長浜ラーメンということでこってり豚骨が、大変おすすめということで、で、まあもちろんその替え玉ってのも、僕は今回しなかったんですけど、替え玉が、結構、されてる方多いということになってますね。で、こちらなんですけども、その手羽先も美味しいということで、また、次回チャレンジしてみたいなと思います。はい。というわけで、本当にこの、お客さんの感じが、まあ、若い学生とか、まあちょっと年配の方とか、その、居酒屋の締め終わりに行ってる方が多いかなと思います。駐車場も幾分か、3台、4台ぐらいかな、はありますんで、ぜひ、行ってみてください。営業時間が、朝の11時半から、お昼の、14時30分、それから休憩挟みまして、18時から、夜の23時30分ということで、この日曜日と祝日はその夜の営業が、ちょっと早めに終わるということで、で月曜日が昼のみの営業になります。はい。場所もね結構まあ分かりやすいかな、比較的ちょっと分かりやすい場所ですね。玉島税務署の斜め横にあったと思いますので、ぜひ行ってみてください。岡山県倉敷市玉島阿ヶ崎ですね、 1-28 ですね。ぜひ、行ってみてください。今日はありがとうございました。それでは失礼いたします。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。